皆様こんにちは。日本と世界の街と不動産を語る YouTuber、鈴木です。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録をお願いいたします。今回は、首都圏タウン対決の新企画。カタカナで、ムサコと呼ばれる東京周辺の3つの街、ムサシコスギ、ムサシコヤマ、ムサシコガネイをバトル形式で紹介、比較いたします。ムサコといえば、どの街のことでしょうか その答えはお住まいの沿線によって違います。例えば私は大学時代、JR 中央線の西国分寺に5年ほど住んでいましたので、私にとって武蔵コとは武蔵小金井のことです。中央線ユーザーならご存知でしょうが、新宿から特別快速下りに乗ると途中駅をどんどん飛ばして、 中野、三鷹、国分寺、立川と停車するわけですが、三鷹と国分寺の間で飛ばされる、武蔵境、東小金井、武蔵小金井の3駅は、武蔵3兄弟と呼ばれていました。いちいち駅名が長かったらしいので、武蔵境は堺、東小金井が東、そして武蔵小金井が武蔵子と呼ばれていたのですね。そして、目黒区や品川区あたりの城南地区に行くと、武蔵子とは、 武蔵小山を指しますす私が大好きな町ですお金持ちな城南地区にありながら下町の良さが残っている場所なんですね全長8 0 0ルの武蔵小山パルムはアーケード商店街としては東京一の規模を誇り個人商店を中心に250店舗もあって基本どの店もにぎわっています少し東に歩けば今度は戸越銀座という アーケードではありませんが、全長1.3キロ、400店舗がひしめく大商店街があり、ストリートグルメで有名、ちょっとした観光地になっています。私は今から9年前、2013年に五反田で起業したんですが、会社を始めるのに必要な家具、家電、備品類は、ほぼすべて武蔵小山と戸越銀座の商店街で安く買い揃えたものです。 同じ東京都にある武蔵小山と武蔵小金井どっちが真の蔵子なのかどっちが有名なのかという論争が長年続いています2018年8月10日放送のバラエティ番組「タモリクラブでは今夜長年の論争に決着武蔵小金井 VS 武蔵小山真の蔵小決定戦と銘打った企画放送 勝負の行方は該当調査の結果に委ねられることになりましたが、ここで隣の県からとんでもない副兵が現れました。調査の結果がどうだったのかというと、武蔵小山派14人、武蔵小金井派18人、武蔵小杉派42人、なんと武蔵といえば神奈川県の武蔵小杉と答えた人が、 圧倒的に多かったのです。確かに武蔵小杉は東急線、横須賀線、南部線など5路線が乗り入れており、駅周辺はド派手な開発が進み、今や首都圏のタワマン銀座と呼ばれるほどで知名度が高まっています。ただ、その武蔵小杉と同じ東急目黒線でつながっている武蔵小山が3対1の大差をつけられているのは気の毒すぎる。 ここは東京23区のプライドを見せてリベンジを図りたいところですね。そこで私の動画で決着をつけることにしました。不動産版真の無策決定戦、知名度の王者、 武蔵小杉に挑む挑戦者、武蔵小山と武蔵小金井をデータで比較してみます。まずはバトルに行く前に、3つの武蔵の中で不動産価値が一番高いのはどの町なのかを見てみましょう。評価基準は2つ。住宅地工事地価と中古マンション平均坪単価です。 まずは国土交通省が発表する住宅地工事地下から行きます。それぞれの駅徒歩圏内で住宅地として一番値段が高い地点を最新の数値で比較します。まず武蔵小杉は神奈川県川崎市中原区小杉2丁目207番。駅からの距離700メートルで坪単価は228万円。次に武蔵小山は 東京都目黒区目黒本町3の16の6、駅からの距離650メートルで、坪単価は301万円。最後に武蔵小金井は東京都小金井市本町5の4の20、駅からの距離700メートルで、坪単価はうんと下がって146万円でした。さすがに地下で言えば東京23区にある武蔵小山が1番になりますね。2位が武蔵小杉。 3位の武蔵小金井は、武蔵小山の半額以下という結果になりました。なお、3つの武蔵小どこも地価は上昇傾向です。次に中古マンション、平均坪単価ですが、これは東京観点の調べによる2020年時点でのデータを採用します。まず、武蔵小杉は、平均築年数11.6年で、マンション坪単価平均297万円。次に、武蔵小山は、 平均築年数24.3年で、マンション坪単価平均312万円。最後に武蔵小金井は平均築年数28.4年で、 マンション坪参加はぐっと下がって171万円でした。ここでも武蔵小山が23区の意地を見せましたね。平均築年数が武蔵小杉の2倍以上もあるのに坪単価が高いのはさすが都内です。武蔵小金井も中央線の中では検討しているんですが、坪単価は武蔵小山の半分ちょっとです。安上がりな武蔵小フなら武蔵小金井で決まりといったところでしょうか。さて、いよいよバトルの時間です。 武蔵小杉、武蔵小山、武蔵小金井3つの武蔵コの中でマンションを買うならどの町がいいのか10年後の資産価値が安定するのはどの町か評価基準は2つです。1番過去10年の中古マンションのリセール価格指数2番今後10年の自治体の人口推計です。まず1番ですが東京官邸の発表したレポート 中古マンションのリセールバリュー2020を使います。これは今から10年前に新築でマンションを買ったと仮定して、今、築10年の中古物件として売る際に、新築当時と比べてどれくらいの値段で売れるかという趣旨の調査です。新築当時より値上がって売れるならば100%以上になります。首都圏で1位になった駅は大館山駅で164%の記録が出ています。 さて、3つの武蔵コがどんな結果になったのかというと、武蔵小杉100%以上、武蔵小山100%以上、武蔵小金井90から100%。 つまり、武蔵小杉と武蔵小山で10年前に新築マンションを買っていれば、今はそれ以上の値段で売れるのに対し、武蔵小金井で買ったら、値が少し下がってしまうという結果になりました。というわけで、武蔵小金井は残念ながら戦線脱落。勝負は武蔵小杉 VS 武蔵小山の一騎打ちになりました。次に2番ですが、各自治体が出している将来人口推計のデータを使います。 今が2020年と仮定して、10年後の2030年までに自治体の人口がどれだけ増えているのかを調べ、上昇率で勝負を決めます。武蔵小杉は川崎市中原区、武蔵小山は東京都品川区、武蔵小金井は東京都小金井市のデータを使います。そして、ついに結果発表。 武蔵小杉のある中原区は、2020年が26万4000人、2030年が28万1000円で、増加率6.4%。武蔵小山のある品川区では、2020年が40万5000人、2030年が43万7000人、増加率7.9%。武蔵小金井のある小金井市では、2020年12万4000人、2030年が12万7800人、 増加率は3.0%でした。バトルの結果、勝者は武蔵小山に決まりました。おめでとうやはり東京23区は強かった。武蔵にマンションを買うなら、どの町も伸びているからいいと思いますけど、強いて言うなら武蔵小山を選びましょう。家は高いですけど、商店街で売ってるものは安いですから、なんとか暮らせると思います。今回の動画いかがでしたか 面白かったためになったムサコバトルに興味を惹かれた方はいいねとチャンネル登録をお願いいたします。それでは失礼します。さようなら。